目覚ましテレビ目覚まし8目覚まし8は富士テレビ系列で2021年3月29日から毎週月曜日引く金曜日の8時9時50分に放送されている平日朝のワイドショー情報番組である富士テレビは平日午前のワイドショー枠として1999年4月から22年に渡り情報プレゼンター特だね を放送してきたが、総合司会を務める小倉智明の起用症による体力減退や富士テレビの番組制作秘見直し等の要因から同番組を終了させることに伴い開始された番組である。番組名は全放送枠の目覚ましテレビのブランドを被せたものとなっている。番組タイトルの由来は朝8時スタートであること、また富士テレビとネット局23局のリモコンキー、 ID の8にかけている。総合司会として、矢原昌介が起用され、また、目覚ましテレビの女性総合司会であった、同局アナウンサーの長島由美が、番組開始と同時に、この番組に移動するという形で起用されている。また、徳田根のお天気キャスターであった、気象予報士の足立武氏は継続して出演するが、肩書きを気象防災キャスターとし、キャスターとともに、 現場に取材に出向くとしている。このか特ダネから多くのプレゼンターやコメンテーターが続投するほか、制作スタッフの多くも徳ダネ、ね、から引き続き担当する。矢原はクイズ番組、音楽番組、料理番組の司会を担当しており、かつては情報バラエティ番組の総合司会も経験済みだが、帯ワイドショー番組の総合司会は初めての経験となる。 番組コンセプトは、大人の目覚ましを称しており、目覚ましテレビで扱った、ストレートニュースをより深く解説する。また、番組独自のシステムを駆使し、取材 VTR については、目覚まし8ならではの視点でポイントを列挙し、矢原が解説で出演する指揮者に対し、わかるまで質問して、疑問を解消し、深く掘り下げると歌っている。また、番組タイトルについて、 同局情報制作センターは、朝8時の慌ただしい時間も少し落ち着いて、腰を落ち着けられる時間に目が覚めるような、今日一番のニュースを伝えたいという意味を込めていると、示している。初回の関東地区での世帯視聴率は6.2%だった。富士テレビアナウンサー、徳田ね。から族等目覚ましテレビからの移行そのたび高総合司会、総合解説、情報キャスター。 気象防災キャスタースペシャルキャスターコメンテーター、出演曜日については概ね決まっているものの、曜日固定性となっていないため、表記以外の曜日にも出演する場合がある。単発出演東京五輪情報スペシャルキャスター、目覚ましテレビ、ノンストップ、バイキングモア、ミスターサンデーを兼務。その他、代役について、ありがとうございます。